こんにちは、バンコ田中坊です。先ほど朝ぼら系、朝ぼら系って言うとおはぼら系なんですけども、撮っていて横浜オーバーインターで今日は降りて千葉方面に向かいたいと思いますって言っていたんですけども、その横浜オーバーインターに今たどり着きました。そして今この横浜オーバーインターから首都高速道路の方に今入っています。新しいルートで案内します。ナビタイムは東京インターの方から行くルートを選択していたので、今横浜青葉インターで降りたので新しいルートをまた教えてくれています。そう、横浜青葉インターこの辺左手なんかはもう田んぼがあったりとか、ちょっとこののどかな風景がこの辺りはまだあります。ここも横浜市になると思うんですが、はい、横浜市青葉区、ここら辺はちょっと緑があったりとかしてすごく落ち着くところです。よいしょ、ここに横浜青葉本線料金所があります。よし、OK、はーい、ここは首都高速道路でいう神奈川7号、横浜、これは何やろ、北西線っていうんかな、北西線かもしれません。北と西と書いて、で初めはこのようにトンネルが結構 4100m、 4.1 キロ長いトンネルがずっと続きます。そしてこのトンネルを何回か繰り返していくと横浜の街の方が見えたりしてくるんで、その風景を見ていただきたいと思います。僕はそう、ちょっといろいろずっと見方、トラックのこの撮影の仕方なんですけども、いろんな撮り方がやっぱりあるなって今勉強中ではあるんですが、でもこうどうしてもやっぱり風景を見てもらいたいなっていう、こう気持ちがあって、そのハンドルの手元とか、そうもうちょっとこうずらした画角から映すと、このトラックのこの枠からこう前たら自分のハンドル姿とか、ハンドルさばきっていうか手のあれとか見えたりとか、まあもっといろんな映し方はあると思うんですけど、その手とか映ってるもんいいよって言ってくれたりも、ちょいろんな話を教えてもらって、あ、それもいいなとかっていろいろ思いはしてるんですが、でもやっぱりどうしても僕はその風景がやっぱり見てほしいなとか自分も見たいなとかっていうやつになると、どうしてもこのありきたりなこのフロントガラスにボンって携帯を近づけて周りの風景が映るような動画の撮影にやっぱりなってしまいます。でもそう、もうでもちょっといろいろやっぱ考えたんですけど、風景を自分が見てほしいと思ってる時はそう、それでいいやんなってちょっと思うようになってきました。どうしてもなんかこのアングルによってその手から手を映したりとかしてる、この横から映したりすると、その動きとかは見れて、確かに画面見とっても風景がずっと映ってるとやっぱり見とってつまらんなって思う人もおられるなっていうのは自分でも見とって分かってきたんですが、やっぱりこうなんか動きとか変化がある方がずっとその画面を見て見とけれるとか、なんかいろんな感じは分かってるんですけども、でもこう
計の方に集中できないなとか、もうほんま勝手な自分のあれなんですけども、まあ、とにかくすいません、今日はその風景を重視に撮ってるつもりなんで、こういうアングルになっています。だからこんな長いトンネルなんか通ってると、ただただ真っ暗なところを走ってるように見えていますが、すいません、ご了承ください。でもうあそこここって外に、あ、ちょっと画面では明るくて見えてないんですが、横浜ナンバーワンランドマークタワーが あそこぴょこっと見えています、右手の方に。そう、こういうアングルはそのこの首都高速道路ができるまでは見れなかった風景です。おー、ここら辺なんか多分まだでっかいなんか物流センターでもできそうな雰囲気がします。なんかこういうところって直進です。そう、ちょっと情報不足ですが、その目の前なんかはもう まさしく多分それっぽいです。ライブハウスさんとかがやって、なんかプロロジみたいな、そう、僕すぐプロロジって言ってますけど、プロロジさん以外でも今はいっぱいいろんなそういう物流センターがあるんですけども、ここは何ができるのかな。この下には第三京阪の走りかな。この先第三京阪かな。はい、そう、ちょっとこの風景を動画押さえておきたかったです。あの辺は二子玉っていうんかな、左の方には高層マンションが立ち並んでいるんですが、でこちらの方、今ずーっと右にカーブ打ってきて、こっちだいたいまっすぐが新横浜の方になるんですが、目の前に高層ビルポコッと立ってるんですが、あれは実は円形になってて、丸ビルと、横浜の新横浜の駅前にある丸ビルになります。そう、だからこの辺に丸ビルがあって、多分この辺りに横浜アリーナもあるはずです。結構ライブとかで有名な横浜アリーナが確か新横浜の駅前の斜めぐらいにあったんで、そう、そんなところになります。またここから 5900m、 5.9km の長いトンネルにまた入ります。はい、ではちょっとこのトンネルの中でまたちょっとお話をしたいと思うんですが、タクティさんの昨日の動画見たんですが、タクティさん新しいチャンネル作られたんで、またタクティさんの動画も見ていただけたら嬉しいです。タクティさんの動画ほんまタクティさんも結構いつも景色がタクティさんも好きで、そういうトラックからの車窓の景色とか、あともう皆さんご存知のタタタのリズム、そう、タタタのリズム、やめるよ記者会見やったんですが、今みんなで話もよくタクティさんと角野さんとナッカさんと僕とたまに話をするんですが、タクティさんタタタのリズムがいろいろあって一度はやめると言っていたんですが、なんか昨日の動画を見ている限り復活しそうな兆しがあります。だからもしそうちょうど仕事があるんで、そう、うまいこと合うかわからないんですけど、もしも復活記者会見があるとするならば、田中坊もぜひ参加させていただきたいと思っています。新しいチャンネル本舗タクティ V2、 そう、もうタクティさん、僕生意気にもやけど、そのナッカさんがよく言うほんま引きが悪いっていうか、その動画も昨日いろいろ説明されてたと思うんですけど、タクティさんの動画でほんまなんか普通じゃなかなか
大きいようなことやと思うんですが、なぜかあのどうしてもあのスムーズにタクシーさん進まなくって、そうほんでもうあの泣く泣く新しいチャンネルを作ろうってもうあの腹くくって新しいチャンネルに本舗タクシー V2 っていうあの名前で新しいあの出発をされたんですが、そうあの僕生意気にもタクシーさんに、いやもうほんま2度あることは3度あるってようなっかさんもこれ言うんですけども、僕のあの詐欺疑惑みたいな話にも、まあ、3度目もあるんちゃうかみたいなこと言われてたんですけども、そうそのタクティさんもこ うまいことこ こうことが進まんっていうことを言うと、本舗タクティ V2 っていうよりももう鼻から V3 にしとった方がいいんちゃいますかねってタクティさんにちょっと偉そうに口叩いてしまったんやけど、そうあそれはあかんってタクティさん言ってましたけど、そうもう飛び級でそう本舗タクティ V3 でも良かったんちゃうかなって僕はちょっとあの勝手に思ってました。 V3 なんか V2 ってなんか仮面ライダーみたいで、そう V2 で聞いた時点で仮面ライダーみたいやと思ったんですけど、仮面ライダーに V2 ってあったかなと思って、多分V3 はあのなんかあった記憶があるんで、そう本舗タクティ V3 やったらかっこいいなと思ったんやけど、V3 にもなるし、ブルースリーあじょーっていうあの V3 じゃあブルースリーかなんかタクティさんブルースリーブルースリーみたいなタクティさんそうなんか格闘ができそうなんでタクティさんって、はいあのタクティさん新しいチャンネル本舗タクティ V2よろしくお願いいたします。わーめっちゃ太陽が眩しいぞ、うおー目が痛え、眩しいぜ眩しい、強烈な太陽光線です、眩しい。せや僕の小学校の時の友達のあのえっちゃんっていう友達がいるんですが、そうなんかあのああ修学旅行の時やったかな、なんか分からんけど唐突に態度を見て眩しいぜって言うとったの急に今思い出しました。眩しいぜ小学校の時に言うたんでなんか 妙におもろかったな、眩しいぜ。はい、これで今 K1 の方を通り越えて生麦ジャンクションを越えて間もなく湾岸線に行きます。湾岸線この時間はまだ混んでいないんですが、これももう7時ぐらいになるとこの辺りもギュッと混んでいます。でも今はまだ時刻は6時なんでまあまあスイスイです。でちょっと今日はもうまたこのまっすぐのアングルなんで見えないんですが、右手の方には横浜の高層ビル群がずらーっと先ほど見えてたランドマークを筆頭にずら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 ーっと見えています。すごいな。この下界隈もなっかさんも知っておられると思うんですが、前の会社ではこの辺りにも要荷物積みに来たり降ろしに来て、積みに来たんやな、積みに来ることが多かったんかな。そうドラム缶積んだりとかしとったな。はーい、そして前方にはあれは何や、あれはレイ、あ、ちゃうわ、ベイブリッジではないな、もうベイブリッジを越えてきたあの橋が見えてる、見えています。いや、ちゃうわ、ベイブリッジ、あそこまたベイブリッジか、ちょっとすみません曖昧ですが、今右の前方の方に橋が見えてると思うんですが、あれはベイブリッジや、ベイブリッジですね、ベイブリッジ
市があって、次が何やったかな、あれ翼なんたらやったかな、そう、そこまでちょっと動画撮りたいと思います。今右手に見えてる、あのあそこに見えてるのがベイブリッジになります。有名な大黒パーキング、なんか昔は大黒パーキングとか、なんかあのリップカーとかめっちゃ集まるいうて、すごいとこなんやろなとか思って、ほんでそうそう、トラックに乗り始めてからもやけど、ちょいちょいなんか止まったらほんまにすごい、なんかすっごい車のコーラーがいっぱいおったけど、それももう今はだいぶ変わってきたんやろな。集まれるところがこうどんどん少なくなってきよるな、みたいな。そう、あとタクティさん、誕生日、この間誕生日やったって言っておられて、誕生日かと思って、タクティさんもあのナッカさんと同い年になりました。アニバーサリーです。そう、ほんでタクティさん、あのハッピーバースデーの歌、あのちょっと直接歌うのはあれやから恥ずかしいから、動画で歌ってみようかなってさっき一瞬ふっと思ったんですが、そう、僕ハッピーバースデーの歌ってなんかなって、なんかなってめっちゃいい歌なんやけど、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタクティさん、ここ見たらわかんない、ディアタクティ、ディアタクティさん、ディアタクタタクティさん、なんかリズム難しいな、なんかハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタタタタタクティさん、タタタクティ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 、これってミキティってミキティっていうやつと一緒なんかな。そう、タクティさんの、そうハッピーバースデー、そう、あ、ここ鶴見翼橋と言います。翼橋を今渡っています。でタクティさんのそのハッピーバースデーの歌、なんかな、そう、あのタクティさんのハッピーバースデーの歌じゃなくて、ハッピーバースデーの歌基本好きですけど、やっぱりこれって外国の歌っていうか、外国のハッピーを誕生日の歌だと思っています。それを日本語に直してるっていうか、日本語っぽく歌うと、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタクティさん、ちゃうわ、全部英語やろこれ、ハッピーバースデートゥーユー。そう、ほんでごめんなさい、これちょっとわけわからんことなんて言ってます。これそのまま言うても日本語じゃなくて、ちゃんと英語やった気がします、今歌ってみたら。で昔よく AM ラジオ聞いてて、ローカルなんで関西の方じゃないとわからないと思うんですけども、道場養蔵さん、 ABC ラジオの道場養蔵ですっていうラジオ、今でも多分やってると思うんですが、その道場さんでいつも誕生日歌ってくれるっていうあれがあるんですけども、ちゃんとなんかハガキ送ったら多分で、その時に歌ってた歌が、タン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 誕生日、タクティさんの、タクティさんの誕生日、タクティさんおめでとうっていう、なんかこういうリズムがあった思うんやけど、あれの方がなんか僕は好きです。なんかそう、ほんでこれ歌なんかな、よう考えたら、それすらも今歌ってみて思い出せんねんけど、こういうハッ
ハッピーバースデーの歌としてあるんかなって、そのお誕生日の歌として、ちょっとそこが謎なんですが、そうハッピーバースデーの歌をさっき歌ったんですが、こっちで僕は歌いたいと思います。あ、サイドミラーに雲がこうしがみついとる。こんなあの高速道路上を走っとるんですが、キュッとしがみついとるから、こいつはあれやな、気合が入っとるな。でももうあのブルンブルンしとる。はい、タン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 誕生日、タクティさんのタクティさんの誕生日、タクティさんおめでとうございます。はい、なんかはいって自分で言うて、そうあのタクティさんが誕生日やったって、あれやな、でもまあもうみんなそうやと思うんですが、年取ってきたら誕生日なんかちっとも嬉しないな。いやまあ分からんな、誕生日やっぱ嬉しいなって思ってる人もおると思うし、まあ僕の場合はなんやけど、誕生日な、ってなるな。別にあのずっと若くおりたいとかってそういう感じじゃないんやけども、なんか祝い慣れ、いや、でも祝っていっぱい今までも祝ってもらったりもしとるけどな、なんかな、なんやろ、照れくさいかな。はい、すいません、長々とわけわからんことを喋ってしまいました。その自分の誕生日の、自分の誕生日の話はちょっともうどうでもいいです。はい、では今日も一日ご安全に、おはぼらけ、たなぼらけ終わりたいと思います。えい、終わろう。こちー。